夫が既得なのにどこほっつき歩いてんだよ、アホ嫁。何ですか、お母さん。ボケたんですか？失礼だね。私はまだピッチピチの60代だ。そこらの老いぼれどもと一緒にするんじゃないよ。へいへい、すまねえ、すまねえ。敬語を使え。これだから最近の若者は常識がないんだから。毒親であるお母さんがそれ言いますか？誰が毒親だって？とにかく病院行きな。無理ですよ。だって旅行中ですし。まあ、自分の夫が既得だってのに、病院にも顔を見せずに旅行？なんて少年の腐った嫁だろうね。脳みそ腐りきってるお腐れクイーンのお母さんにそう言われるなんて光栄です。ふざけるんじゃない。嫁としてしっかり見取りなさい。とにかく、すぐ来るのよ。ちなみに、病院はどこですか？スカト病院らしいね。ってことは、お母さんは今病院にいないんですか？いるわけないだろ。誰があんなゴミ息子を見取らなくちゃならないんだい。うわ、まさに毒親って感じ。こりゃ氷河も嫌うはずだわ。すべこべ言ってないで、氷河が死んだのを確認してきな。遺産や保険金のこととか調べとくんだよ。生きてる人間を勝手にいないもの扱いしないでください。そんなに病院行きたくないのかい？氷河も不憫だね。誰も見取ってくれる人がいないなんて。とりあえず落ち着いて聞いてください。なんだってんだい。その夫と旅行中なんですが。は？私と氷河は数日前から京都に泊まってますよ。舞妓さんとっても綺麗だったな。バカ言うんじゃないよ。そんなこと言われても信じないからね。でしたら氷河に電話をかけてみては？既得の人間に電話かけてどうするんだい。それに私はあいつの声なんて聞きたくないんだよ。さっきから聞いていれば、氷河のことが心配じゃないのか心配なのか、どっちなんですか？私としてはあんな厄介者がいなくなってくれるのは嬉しいよ。だからちゃんと織田仏になったかあんたに確認してきてもらいたいだけなんだ。だから私のダーリンは生きてます。何度も言わせんな。レイミちゃんが間違ってるとでも？お姉さんが言い出したんですか？そうだよ。愛しのレイミちゃんが嘘つくはずないだろう。昔から弟の氷河をあなたと一緒になって嫌がらせしたあの最低最悪の妖怪女2号の言うこと鵜呑みにしたんですか？うちの可愛いレイミちゃんを悪く言うな。あ、ちなみに1号はお母さんですよ。聞いてないよそんなこと。誰が何と言おうと氷河は既得なんだ。はあ、話になんね。私たちは温泉入ってくるから邪魔しないでくださいね。今後氷河に何かしたら許さないから。ちょっと待ちな。話は終わってないよ。ブロックします。はあ、毎度毎度妖怪ババアの相手は疲れるわ。今月10回目の連絡よ。鬱陶しいったらありゃしない。私は永瀬湊斗、29歳、 IT 会社で働いています。夫の氷河は優しく温厚で、私の方はといえば自分で言うのもなんですが結構気が強め。そんな正反対の私たちですが、お互いを大切に思っており、仲睦まじい生活を送っています。義母は昔からレイミさんばかりを可愛がって、氷河のことは相当ひどく扱っていたようです。例えば水をかけたり、階段から突き落としたり、挙句の果てには寒い夜に一晩中閉じ込めたりしたことがあるのだとか。レイミさんも義母と一緒になって氷河をサンドバッグにしていたとのこと。それを聞いてもうドン引きでした。それにどうしてレイミさんは義母にあんな嘘をついたのでしょうか。私の勘では何かとんでもない事実が隠されているような気がしてならないのですが。数日後。よくもやってくれましたね。はあ？私と氷河が道端で何者かに襲われて怪我をしたんです。一体何をしたんですか？あ、そう、大変ね。てか、なんで私にわざわざそれを報告するわけ？とぼけないでください。私たちを襲った犯人がお姉さんの名前をつぶやいていたんです。冗談でしょ？犯人が去り際に悪く思うなよ、レミの何々でって。知らないってば。そいつ私に濡れ衣着せようとしてんじゃないの？
私があなたを怪しいと思った点はもう一つあります。何を？あなたお母さんに氷河が危篤っていう嘘を吹き込みましたね。またまた、きっとママの聞き間違いじゃないかしら。それは絶対ない。あの妖怪女一号はあなたを溺愛してるし、あなたのことに関してだけは嘘をつかないもの。ああ確かに、ママは私の奴隷だもんね。昔から氷河をのけものにして二人だけで旅行三昧だったそうですね。だって女同士の方が楽しいじゃん。それにしたって異常ですよ。まだ5歳だった氷河を何日も留守番させてたなんて。生きてたんだからいいじゃない。そういう問題じゃない。うるさいわね。過去のことをいちいち持ち出さないでよ。で、氷河の怪我どんな感じ？もしかして織田仏になっちゃった？そんなわけないでしょ。でもまだ意識が戻らない。不安でたまらないわ。へえ、どうでもいいけど。実の弟のことですよ。少しは心配してください。嫌なこった。あいつはただのサンドバッグだもん。使えなくなったらポイだよ。ほんとあなたは妖怪女一号の娘だなって思うわ。ちょっとママを妖怪呼ばわりなんて失礼よ。実の子を平等に愛さない時点で妖怪に決まってんでしょ。だからあいつは道具だっての。っていうか、湊さんは大丈夫みたいね。どうして？私も大丈夫じゃない。頭を針で縫ってるんだし、今ベッド上でやりとりしているんです。何をあいつ、使えないわね。はい。いいえ、こっちの話を。それよりも氷河がくたばったら連絡してね。遺産とか保険金とかも調べておくように。またあの妖怪と同じセリフ、不謹慎すぎますよ。氷河は生きてるんです。あ、そう。ごめんね。お金のことを持ち出すあたり、性根が腐りきっていますね。でも意識不明ってことは、もう回復は絶望的じゃない？そんなことない。私は氷河を信じてる。絶対持ち直してくれます。私としてはくたばってもらわないと困るのよ。でないと、何のために依頼し、しまった。依頼？やっぱりあなたの仕業ですか？詳しく聞かせてください。あ、いや違うの、単なる打ち間違いよ。さっき私の容態を聞いたのにも何か魂胆があるんですか？もしかして私たち夫婦を。違うったら、私は何も関係ない。じゃあ一旦ブロックするわ。ちょっと話の途中ですよ。戻ってきてください。おい。翌日。悲しい悲しい、弟を失う羽目になるなんて。白々しい。氷河は生きているわ。もう意識を取り戻して会話も可能よ。は？そんなのおかしい。あいつは危篤だったはずよ。そんなこと一言も言ってないんだけど。意識不明になったら危篤でしょ。あれから一日経過してるし、もう死んだんじゃなかったの？どうしたらそんな解釈になるわけ？意識不明イコール危篤ってわけじゃないから。納得できないわ。これじゃあ計画が台無しよ。何のためにあんたたちを消すようにお願いしたんだか。やっぱりあなたの仕業か。しまった。昨日も同じこと言ってたわよね。あ、気のせいよ気のせい。もうまだ若いのにボケたんじゃないの？とぼけんな。もう全部知ってるんだ。洗いざらい白状しろ。あ、もうわかったわよ。お金が欲しかったの。だからあんたたちを消すように依頼したわけ。お金ね。実は私、氷河に多額の保険金をかけていたの。どうしてそんなものを？遊ぶ金が欲しかったのよ。お金なかったし。そういえばあなた、昔からお金ないのにブランド物買ったり海外旅行に行きまくったりしてるわよね。お金ならあるもん。パパが出してくれたし、そのお金でブランド物や氷河の保険金支払いを賄っていたの。どうやって氷河に保険をかけたのよ。本人の同意がないとダメなんじゃなかった？そりゃ無理やり脅したからに決まってるでしょ。ひどい。それにパパってパパ活？そうよ。だからお金には困らないの。じゃあそのパパに遊ぶお金出してもらえばいいじゃない。もしかしてそのパパ、もうお金出さなくなったの？
それは図星か。うるさいわね。あんたには関係ないじゃない。もう終わりだっての。氷河や私にしょっちゅうお金をせびってきたくせに。それの何が悪いのよ。そんなにお金欲しければせびるより貯金しろって話。それじゃあ我慢ばっかの毎日じゃない。そんなの耐えられるか。こんなわがまま妖怪が。とにかく遊びすぎてポケットマネーがすっからかんだったの。当たり前でしょ。でも生活の質は落としたくないし、旅行三昧したいし、だからひらめいたの。氷河を消して保険金を手に入れようって。最低。でママと山分けするつもりなの。ママだって老後資金必要でしょ。だったら自分が稼いだお金でどうにかすればいいでしょ。こんな形で奪おうとするなんて。だからついテンション上がっちゃって、ママに氷河が既得だって嘘ついちゃったの。その場のノリってやつ。そのノリとやらに巻き込まれたわけ。そしたらママ喜んでたわ。遺産と保険金が入るかもって。クソが。でもここまで来たからには何としてでも氷河に消えてもらわないとだし、知り合いにサクッと消してもらうように頼んだってわけ。嘘を何としても事実にしたかったってこと。ピンポーン。だってママをがっかりさせたくないんだもん。ちなみにあんたにもお金のために消えてもらうつもりだったのよ。がめついあんたならそんなことを躊躇なく実行するだろうね。最初ターゲットは氷河だけだったけど、やっぱもらえるものはもらっておかなきゃね。ふざけるな。私たちは金づるじゃないっての。はいはい、怒んないの。あんた家族いないんでしょ。だったら遺産の受け取り人は私になるじゃない。あなたに渡すお金は1円もないわ。もうこうなったらあの妖怪に全てを暴露するから、今からこの LINE に招待するね。なんだい、こっちは忙しいんだよ。手短にね。そんなこと言ってる場合じゃない。重大事件だったのに。習い事の発表会の練習があるんだよ、こっちは。後回しにしろ。実は氷河が既得だというのは真っ赤な嘘だったの。は？レイミさんはあなたを騙してた。遺産と保険金欲しさにね。そうだったの？そしてあろうことか他人に私たちを消すように依頼したのよ。私たちからお金を根こそぎ奪うために。まるで知らなかった。そのせいで氷河も私も大怪我を負ったんだから。ふう。それで氷河は既得なんだろうね。何を言ってんのよ。今は意識もはっきりしてるから。あの役立たずが。普通私たちのために命を捧げるもんだろ。それにあんたも何なんだい。ちゃっかり生き延びちゃって、おとなしくくたばって金よこしな。はあ、アホよね、みなとさんって。ママは私の味方だっての。だから何言ったって無駄無駄。こんな妖怪どもから氷河みたいな天使が生まれたなんてね。あいつのどこが天使なのよ。ノロマで、グズで。いいとこ一つもないじゃん。別れたあいつと似てるもんだから気持ち悪いったらありゃしない。それってあなたたちの父親？あいつの話題なんか出すんじゃないよ。氷河と同じで、ノロマでヘドが出るから別れたんだ。とにかく金よこせ。出すもん出せば、もうあんたらは用済みよ。どっかで車に轢かれなさい。氷河は私らの奴隷、その妻であるあんたも同じ。天使の私たちにおとなしく従え。その前に刑務所行きだ、妖怪女2号。は？それって私のこと？お前以外に誰がいるんだよ、貴様が。はあ、マジでブチ切れた。絶対許さないから。まあ嫁の分際でなんて口の利き方だい。ブスは心もブスなんだね。心がドブ側のお前らが言うか。私をこうさせたのは誰なんだよ。なんでそんなに怒るのよ。氷河に散々ひどいことをして私にも嫁いびり三昧。挙句の果てにはこんな風に大怪我を負わせる。これが切れずにいられるかってんだ。怒ることないだろう。ゴミをゴミ扱いして何が悪いってんだい。なんでお前らは人を大事にできないんだ。人の命は物じゃないんだよ。
うるさいわね。ゴミはゴミらしくサンドバッグになっていればいいんだよ。黙れこの極悪人。夫に危害を加えた罪は重い。さっさと刑務所行け。やったのは私じゃないもん。逮捕なんてされるわけない。さすがレイミちゃん、私に似た賢い子ね。自分の手を汚さずにこっそり消そうとするなんて。それはどうかしら。は？実は数時間前に警察から連絡があったの。それで犯人はお前が主犯格だっていうことを白状したわ。あのクソ野郎、口止め料払ったってのに。犯人お前の同級生だそうじゃない。だったら何を。犯人が言うにはお前が誘惑してきてつい提案に乗っかっちゃったらしいわね。それはあいつにも責任あるでしょ。そりゃそうだけど、普通誘惑してまで誰かを消したいわけ。使えるものは使うのが私のモットーなの。てかそれだけじゃ私が指示したっていう証拠には弱いんじゃない。ご心配なく。犯人はご丁寧にお前とのやりとりを録音していたみたいで、それを警察に聞かせたらしいわ。何それ、そんなの知らないんだけど。いざ裏切られた時のためにそういう手は打っていたんだろうね。あの裏切り者が。待ちな、よく考えて。は？レイミちゃんが逮捕されたら氷河も犯罪者の家族っていうレッテルを貼られるんだよ。もちろんあんたも。それでもいいってのかい。氷河も私もそのことは覚悟の上よ。こんな化け物を野放しにするよりマシだからね。なんて薄情な奴らだい。身内を警察に売り飛ばすなんて。通報したのは私たちじゃないよ。襲われる場面を偶然見た人が通報したみたい。感謝してもしきれないな。ねえ、港さん。ああ、いいえ、港様。どうかこの件は港様たちの虚言だったということにできませんか？できるわけないでしょ。悪事は必ずバレるものなの。お願い、警察には捕まりたくないの。どうにかして警察に口添えしてよ。私たち家族じゃない。こういう時だけ家族面？マジでふてぶてしい。言っとくけどね。愛しの氷河を傷つけたお前らのことを家族だと思ったことは一度もない。あんたには両親がないのかい。レミちゃんがこんなに困ってるんだよ。なんとかしな。じゃあお前がなんとかしろよ。愛しの可愛い娘なんでしょ。そんなこと言われても。ちなみに私たちはお前らと縁を切らせていただくわ。もう何があっても頼ってくるなよ。そんなのあんまりよ。あれ、玄関からインターホンが鳴って、警察ですって声が聞こえるんだけど。どうやら警察のご到着みたいだな。仕事が早くて助かるわ。どうにかしてよ。このまま豚箱行きなんて冗談じゃないわ。お前は豚箱できっちり教育してもらった方が倫理観が身につくんじゃない。バカ言ってないで助けなさい、このアホ嫁が。やーなこった。私も氷河もお前らにめっちゃキレてるし、ざまあ見ろって感じよ。いや、なんとかしてよ、港様。警察だけは勘弁して。かわいいレミちゃんが逮捕されるなんて信じられない。は、せいぜい頑張れよ。じゃ、ブロックするね。待って、ブロックやめて、助けてよ。後日談。その後、妖怪女2号とその同級生は殺人未遂で逮捕され、塀の中に行くことになりました。二人が逮捕された後、妖怪女1号が署に乗り込んで、レイミちゃんを解放しろと怒鳴りながら警察官を殴ったため、公務執行妨害でこれまた逮捕されることに。1号は初犯だったこともあり、罰金刑で済むかと思いきや、他にも、窃盗やパート先の後輩に対する暴言、暴力が発覚し、結局刑務所行きに。妖怪女1号と2号は5年間塀の中から出てこられないとのこと。風の便りによれば、2人は今までのようなわがまま三昧できない生活や囚人たちからの嫌がらせによりストレスがピークに達して精神を病んでしまい、毎日叫びまくっているそうです。おのれ港のやつ覚えてろと親子揃ってわめいており、囚人仲間も刑務官も呆れまくっているとのこと。一方、私たちはマスコミ対策のために思い切って転勤を申し出て、新たな土地で生活を始めることになりました。